この度はご結婚おめでとうございます。アリア商会のケイン・タリーと申します。リーシェ・イルムガルド・ベルツナーと申します。遠路はるばるお越しいただきありがとうございます。それにしてもいい、さすがだわ。目が合っただけで全てを見透かされそう。でも相手を知っている分こちらが有利のはず。戦争を回避するために、そして長生きするために力を貸していただきます、会長。すでにお聞き及びかとは存じますが、婚姻の儀に使う品々はアリア商会に揃えていただきたいのです。これはこれは、なんとありがたきお言葉。では早速品物を見せてくださるかしら。リーシャ様、ん、あなたにお売りできるものは何一つありません。ん、ダウザネキペッテル。終わらない旅の途中で、繰り返す何度の朝、寝ぼけ眼をこする。虹を追う渡り鳥たち、僕らは似た者同士さ。ここでないどっかへ、運命のその糸断ち切れねえ、もっと自由に抱いたって遊べ、今を一秒で。と失礼、語弊があったようで。ですが申し上げた通りです。私どもにとってあなた様は客人にはなりえません。なぜですか？我々の提供できる品があなたの覚悟に見合わないからですよ。覚悟？どうやらあなたは今回の取引に命がけでいらっしゃる。これまでいろんな人間を見てきましたが、あなたはその誰よりも大きな覚悟を抱えているようだ。一介の商人から結婚式の品を買うだけにもかかわらず、ねえ。一生に一度のことですもの。つい気負ってしまいました。未熟者でお恥ずかしいです。ご安心を。婚姻の儀はきっと素晴らしいものとなるでしょう。しかし残念ながら我が商会の品では力不足のようだ。お声掛けいただき光栄でした。タリー会長、それにしてもガルクハインは素晴らしい国ですね。我々もしばし仕事を忘れ、数日ほど観光を楽しもうかと。お待ちください、もう少しだけお話を。さようなら、美しき未来の皇太子妃殿下。Well, that didn't go as planned. いいか、リーシェ。客に選ばれる商人になれ。俺たちを介してしか得られない商品や価値を提供しろ。そうなれば、今度は俺たちが客を選ぶ番だ。私は会長に選ばれなかった。アリア商会が今後世界中に広げていく人脈が必要なのに。あのリーシェ様、ん、未来の皇太子妃様がなぜ畑作業を？アルノルト殿下からこの一角をいただきましたので、薬草を育てようかと。調合次第で様々な薬が作れるんですよ。なるほど。それにしても単純に警戒されたのかしら。慎重な人ではあるけれど、
一か八かの賭けも大好きな人だった。何かを見落としている。我々もしばし仕事を忘れ、数日ほど観光を楽しもうかと。午後の畑仕事はこれで終わります。もうですか。部屋で休みますので、皆様は廊下の警備をお願いしますね。はい。それにしてもよかったのか会長、皇太子妃の儲け話を蹴っちまって。バーカ、あのお嬢様を客にしたら大損だぜ。うん、ナス、ワイ、お帰りなさい、タリー会長。お嬢ちゃんの勝ちだ。近いうちにいらっしゃるだろうとは思っていましたが。やはり私をお招きくださっていたのですね。光栄ですわ。ナイス。恐れ入りましたよ、部下たちを酔いつぶしてお待ちとは。楽しい方々だったので、ついお酒が進んでしまいました。それにしても随分綺麗に染めていらっしゃる。私の髪色は少々目立ちますので、もしこの技術をお売りしますと言ったら、私と商談をしてくださる？とんでもない。あなたはもっと大きな儲け話を抱えているでしょ。さあ、ここからはお望み通りの商談です。まずは乾杯といきましょう。その前に一つ、この場ではどうか楽な話し方をなさってください。丁寧に話されるとどうにも調子が狂うのよね。ではお言葉に甘えて。で、お嬢さん、結婚式のドレスが欲しいのなんてつまらない偽装はもうなしだぜ。はい、あなたに小細工をしようなんて無理な話でした。結構、俺の直感はこう言ってる。リーシェ嬢は客ではなく取引先にするべきだってな。全容もわからない計画に乗る気はない。だが安心しろ、俺はこう見えて仕事熱心なんだ。お前さんが考えている、いや、それ以上の利益を約束しよう。さあ、お前さんの儲け話を一切合切話してもらおうか。言えません。何？私の計画については話せません。それでも今後アリア商会には力になってほしいのです。面白いことを言うね、お嬢さん。 Okay, 何も知らされず契約を結ばされ、儲けが明確でもない、商人が最も嫌う類の話だ。もちろん対価は用意します。ただ利益が出るって言葉だけを信じろと。そりゃいい。この国の皇太子が数年以内に各国に戦争を仕掛けるから、それを止める策を講じているなんて言えるはずもないわ。いいか、お嬢さん、俺は自分の直感を大いに信じている。だがそれ以上に重視しているのは結果と実績ですよね。これから私はこの都で通用する商いを考えます。それで私を信頼に値すると判断したら、その時は改めてご検討いただけますか？そりゃいい。あんたの考えが利益を出せそうなら認めてくれってことだな。実に俺好みだ。ええ、よく知ってるわ。一週間以内だ。楽しみにしてるぞ、お嬢さん。では、約束ですね。ありがとうございました。それと、皆さんが起きたらこの薬を飲ませてあげてください。こいつは？使っていただければすぐにわかるかと。Is there a hangover here? はあ、お城を抜け出すのも簡単じゃないわ。遅かったな。なぜ殿下がこちらに？商談を断られたそうじゃないか。奇妙な話だ。一介の商人が皇太子妃となるお前の要望を蹴るとは。自由に過ごせと言ったのは俺だ。だからこそ
攻め立てるのも筋違いだと思い帰りを待っていたわけだが。So cool walking up like that. お前でも夜に男と二人きりにされればそういう顔をするのか。申し訳ありませんでした。夜に一人で城を抜け出すなど婚約者としてふさわしくない振る舞い。あなたの名誉まで傷つけ。そんなことはどうでもいい。怪我などしていないな。え？はい、していません。今後お前が城下に出る際は俺も同行する。言ったはずだ。自由にしていいと。そして俺はそれに手を貸すと。そんな私の身勝手な行動に殿下を付き合わせるわけには。自由にしていいとは言ったが危険な真似をしていいとは言っていない。なんだ。甘すぎでしょ私に。お前のことだ。絶対に城下に出るなと制限すればまた黙って抜け出すのだろう。髪色を染めてでもな。それよりは条件付きで許可をした方が抑制できそうだ。そんなに分かりやすいですか。私は。いや、むしろ分かりにくくて予想がつかない部類の人間だと思うが。楽しんでいるでしょう。あなたといい、会長といい。会長か。お前とアリア商会の間に一体何があった。殿下。なんだ。お腹が空いていませんか。あの殿下、謝らなくてはならないことが。なんだ。私から提案しておきながら大変申し訳ないのですが、その私は料理が下手です。ほう。申し訳ありません。ま、料理経験のある公爵令嬢というのも珍しいからな。過去の人生において食事は何か胃に入れることを優先するものだったから。このスープは殿下のお口には合わないかと。うまいじゃないか。このスープで問題ない。この人味音痴なのかもしれない。おい、何か失礼なことを考えているだろう。いいえ、そんなことは。I know. ありがとうございます。お前のせいで腹が減った。さっさと皿を並べるぞ。はい。 he did anything if it was from her. というわけで1週間以内に新しい商いを考案することになりました。わかった。わかったと言ったんだ。お前がやりたいことについて理解した。私がアリア商会を何に使うつもりなのかお聞きにならないのですか。商会にすら隠し通したのだろう。なら俺に話すとも思えない。おっしゃる通りですが。その商いとやらの目星はついているのか。案はいくつか。ただ通用するかどうかは分かりません。都にどのような人々が住まい、どんなものが愛されるのか調べることが山積みです。つまり苦戦しそうだと。
はい。やっぱり楽しんでいらっしゃるでしょう。自由にやればいい。俺はそろそろ戻る。はい、おやすみなさい。どうかなさいましたか。弟にはもう会ったか。殿下のないはずです。ならいい。あいつが近づいてきても相手をするな。何かご事情が。お前は知らなくていい。His brother is like a bad person or something. この町の人口と男女比、年齢分布は最低限必要だわ。経済状況の推移、周辺地域の事情、出入りする商人や旅人の情報も。朝は畑、お昼は教材の確認、婚姻の儀の準備もしないといけないから、しばらくは不眠不休ね。我が君が夜食？なんだ。いえ、リーシェ様はよほど料理がお上手なのですね。本人は下手だと言っていたが、うまかった。おい、スープの中に薬草を入れるのは世間では標準的なことなのか。スープに？いえ、普通ではないですね。そうか。No wonder when your boss is too smart. 昨晩はあまりお休みになれなかったのですか。ちょっと調べ物をしていまして。あまりご無理をなさらないよう。リーシェ様、お下がりください。お部屋に戻りましょう。この大陸では珍しい黒髪。リーシェ様。リーシェ。君が兄上の。はじめまして、麗しき姉上。やっと会えた。姉上にお会いしたいって何度も手紙を出したのに、兄上からはお返事の一つもないんだ。ひどいと思わない？そんなに固くならなくていいのに。僕はテオドール、テオドール・オーギュスト・ハイン、皇位継承権第2位でアルノルト・ハインの弟だ。相手をしないように言われたけれど。お初にお目にかかります。リーシェ・イルムガルド・ベルツナーと申します。この度ご縁があって皇室の末席に加えていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。ところで姉上はどうしてここに？実はこの畑は私が作っているものでして。姉上が？うわ、それはすごいな。こんなふかふかなベッドはめったにないよ。ベッ？でも一つ気になることがあるんだ。これを見てくれる？どうかなさいましたか？ほらここ。君を助けたい。かわいそうに、こんなところまで連れてこられて。君の本質は花嫁ではなく人質だ。存じております。へえ。アルノルト殿下からは十分なご配慮をいただいておりますので。ふん。今日は会えてよかったよ。またね。皇位継承権第2位だなんて、兄の婚約者に対する自己紹介の言葉ではないわ。つかぬことをお伺いしますが、先ほどお二人のご様子がいつもと違いましたが、私を弟君に近づけるなというご命令が？それについて我々の口からはとても。ではあのご兄弟は仲がよろしいのでしょうか？それについても。変なこと聞いてごめんなさい。いえ。この件もいずれ対処しないといけないけど、今は会長との商談が先ね。何度も言わせるな。
兵力は国民の守護に回す。これは決定事項だ。諸侯を差し置いて庶民を手厚く守ることに何の意味がありましょう。貴族どもは私兵を抱え、国からはその維持費を支給しているだろう。好きに言わせておけ。殿下、どうぞお考え直しを。その采配、とてもお父上好みとは言えませんぞ。異論は認めない。失せろ。Ooh, I like that. How you said that.諸侯には別途通達を送る。通達とは？民を守ることが巡り巡って奴らの利になればいいのだろう。兵力を国民の守護に回し、治安の良い環境で民が生活できれば、最終的な税収が増え、連中も潤うはずだ。それならば諸侯の方々も納得されましょう。話は以上だ。Arnold is so smart. 戦争で得た賠償金を司法の活性化や雇用促進に投資する。この施策はアルノルド・ハインによるものだったのね。彼は民のための政策を積極的に取り入れている。やっぱり過去の人生の印象と随分違う。I mean, every impression you have would be just the war stuff. それでは、おやすみなさい。おやすみなさいませ。In fact, that's only one impression. こんばんは、テオドール殿下。こんばんは、麗しの姉上。We haven't spent any talents except Arnold. So I trust Arnold. I probably shouldn't, but I do. I hope this little brother doesn't ruin the blue eyes, because I really like blue eyes.